シーズン途中で投手転向した中日根尾昂の成績。今季の成績はこのようになりました。いきなりやって普通の中継ぎ投手の成績残せるってすごくね。せやな、普通に戦力だと思う。それ考えたらようやっとる。今後に期待。ようやっとるはでもドラ1やからな、野手であかんかった分取り返してほしい。急増にしてはようやっとる。普通に1軍にいてもいいレベルやん。そもそもシーズン途中にいきなり1軍でやしな。ドラ1やからな。名古屋だと5歳児でもある程度抑えるからな。楽な場面ばっかり任されて WHIP1.2 はきつい。29回で被安打23、よし90にはあかんのちゃうか。急増にしてはいきなり150超えてきたし、最速でも154までいったからロマンはすごい。横川も柿木も育成やしようやっとる。せやな、肩酷使しなくてよかったな。少なくとも波のピッチャーじゃないのは確か。ここまで急増でやれるなんて才能は間違いなくあるわけで、問題は年間やれるかどうかよ。ライトの守備固めもできたらなおよし。来年は勝負やろな。投手ネオになってから体が急に大きくなってるようには感じる。マジですごいと思う。他の投手何やってんだ。大野、柳、小笠原、高橋、松葉、上田、勝野、その他。実際競争するのが上田、勝野だし、先発のが楽に一軍定着できるやろな。投手一本でやってきたドラ1でもこれ以下のやつ多いんだし、ようやっとる。もう一つ武器があればそこそこやれるで。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。